バカを言うんじゃありません。彼が死ねばそれで終わりだ。黙れ。命令だ。わかりました。プラチナ。天使を殲滅する。兄上を守れ。行くぞ。もっと骨のあるやつとやってみたいんですけどね。邪魔だ。手間かけないでくださいよ。手間かけないでくださいよ。その程度か。剣の錆になれ。恨まないでくださいね。聞かないな。ふん。愚かな方ですね。同時に攻撃するぞ。私も今そう思っていました。行くぞ。なかなかやりますね。俺の動きに合わせろ。お任せください。王子のおっしゃる通りに。同時に行くぞ。その程度か。同時に攻撃するぞ。私も今そう思っていました。行くぞ。勝った。やりましたね、プラチナ様。当たり前のことだ。行くぞ。俺といるのも結構楽しいもんでしょ。邪魔だ。恨まないでくださいね。聞かないな。剣の錆になれ。行きますよ。
ふん。愚かな方ですね。危ないぞ。行きますよ。なかなかやりますね。剣のサビになれ。愚かな方ですね。無駄なことを。俺の動きに合わせろ。お任せください。王子のおっしゃる通りに。同時に行くぞ。邪魔だ。恨まないでくださいね。無駄なことその程度か。ふん。愚かな方ですね。聞かないな。邪魔だ。恨まないでくださいね。なかなかやりますね。剣のサビになれ。手間かけないでくださいよ。邪魔だ。恨まないでくださいね。聞かないな。無駄なことを。剣のサビになれ。愚かな方ですね。その程度か。
行きますよ。同時に攻撃するぞ。私も今そう思っていました。行くぞ。やったな。プラチナ様の実力ですよ。任せておけ。プラチナ、ありがとう。情けをかけられる覚えはありません。そいつを倒すのは俺だ。天使の谷を制圧するのはな、それだけだ。奈落王になるのは俺だ。それは譲れない。俺はやりたいことがあるから。剣を抜け。アレク様。助けてもらったお礼はハンネ。ここに登ってくる前に誰かに毒を盛られた。体力いつもよりないよ。何？でもそれが誰かだなんて俺は問い詰めるつもりはない。示してみせるだけだ。俺が全てを幸せにする王様になって。兄上、ここで決着をつけたっていい。最初に会った時に殺しておくべきだった。後悔しても遅いよ。そうだな。時は戻らないし、巻き戻らない。俺は奈落王になる。俺もだ。死にたくはないからな。俺だってそうだ。そこまでです。残念でしたね。水入りです。奈落王直々にね。え、どういうことだ。鳥の伝令が届きました。王子二人は王都に帰還せよとのことです。何？どうして今なの？奈落王のご容態は本格的に良くないようですね。少しも待てないらしい。今決着をつけることだってできる。奈落王の命令は絶対です、プラチナ様。あなたの肩には私や他の者の命が背負われている。
それをお忘れなく。わかった。プラチナ。次こそ終わらせる。いいな。わかってるよ、プラチナ。帰りましょう、アレク様。残念でしたね。お前がわからん。はい。俺に戦いを教え、兄上を倒せ。今すぐにでもと煽る。不遜な言葉と態度で俺を時に笑いながら、奈落王には絶対の忠誠か。その未来は何なんだ。あなたが勝つ未来ですよ。さあ帰りましょう。今度は王都へ。僕のプレゼントはお気に召したかな。やれやれ、毒はやりすぎでしょう。毒はサフィルスもそう言っていたよ。でもそれくらい君たちで考えて実行してもらわなくちゃ困る。返事が聞こえないな。見えてる？見えているし、聞こえていますよ。だったらちゃんと返事をしたまえ。言っておくけど、僕の機嫌は悪い。僕の指示なんて、君ならわかっているだろう。あまり失望させないでおくれ、未来の英雄さん。申し訳ありません。それでサフィルスのことだけど、どうなんだい？納得させられたのかい？それがどうも表面上は冷静ですがね。君が以前言っていたように、あれに入れ込みすぎてるということ？そういうことになりますね。ただもう私たちと彼らの関係の修復は不可能ですし、裏切ることはないと思いますが。ふん。でも別にいいんじゃないのかい？え？好きなものはしょうがないよ。止められるものじゃない。そうじゃないかい？そうでしょうか。おや、君にはないのかい？誰かに苦しいほど固執して自分のものにしてみたい誰かや気持ちが。私にはそういう感情は特にありませんので。そうかな。まあ、君がそう思いたいならいいけどね。本当にそうなら、次はちゃんとしなよ。ちゃんと深く、苦しめながら殺すんだよ。不思議ですね。何がだい？
プラチナ様に何か個人的な恨みでもあるんですか？あんな生まれて数年しか経っていない命に確たる因縁があるとも思えませんが。彼は奈落の王子で勝利者だ。叩き潰さなくちゃいけないだろう。それはそうですけどね。まあいいです。どちらにしろ私のやることは変わらないのですし。そうだね、いい心がけだよ。本当にこれをやり遂げたら帰れるんですよね？もちろんさ、君たちの働きはきっと受け入れられる。それじゃあ、良い成果を期待してるよ。君が天の英雄に名を連ねるのももうすぐだ。天の英雄ね。そして私はあいつらを。行くか。奈落に生まれて、たくさんのものに俺は出会った。天使、魔人、アプラサス、混血、数えきれない命のほとばしり。それはかけがえない光。それは時に儚く小さい。そんな小さなものを俺は守ろうとする。それが俺の生きる目的なのだと。けれど時に強く輝くあの光、俺と同じ運命を持つ誰か、それはまばゆく俺の目をくらませる。俺でなくてもいいのか。もしも俺が負けたとしても、世界は誰かによって動かされていくのか。それが死ぬということなのか。だったら俺は死にたくない。だから死にたくない。世界に幸せと平和と愛を、それをもたらすのは俺であってほしい。そして俺の歩む先には美しい未来が。今度こそ僕はやり遂げてみせる。もう後なんか引けない。最後の賭けだ。生きるか死ぬか。だけど僕は負けたい。そう願うのは罪でしょうか。僕の行かなくちゃ。待っている人がいる。どうしました、プラチナ様。立ち止まって。いや、城とはこんなに大きいものだったのかと面食らっただけだ。ああ、そういえば王子は
目が開く前に城を出ましたからね。確かに覚えていなくても無理はありません。最初の部屋だけはよく覚えているんだがな。勝てば全てあなたのものです。その時には心置きなくご案内して差し上げますよ。私にとってはすでに庭のようなものですから。兄上もすでに来てるのか。王城前の広場にすでに待機しているらしいですよ。父上もか。さあ、私たちは奈落王のお姿を見たことがありませんから、なんとも。そうか、結局行くまで何もわからないんだな。そういうことですね。楽しみですよ。そうだな。プラチナ様。なんだ。勝ってくれないと困りますよ。私はあなたに全賭けだ。ああ、分かっているさ。プラチナ。兄上。お待たせしました。遅いですよ。まったく、いつもいい加減なんですから。すみませんね、こっちにも準備ってものがありまして。貴族様ばっかだな。それでいつ始めるんだい。まだ審判も来ていなさそうだ。なんだ、じゃあ待ってることになるの。拍子抜け。むしろ針山に座っている気分になりますね。誰か来た。俺たちが通ってきた扉じゃない。あちらは王の間。来るのか。奈落王っていらっしゃいますか。父上なのか。少しはマシな顔になっているようだな、二人の王子。拝謁賜りますことを幸せに思います。奈落を直にその目で見た感想はどうだった。
悪いところばかり見つけました。欺瞞、不公平、差別。だが、それでも俺は嫌いにはなれない。これでは感想にならないでしょうか。そうか。お前はどうだ。俺は俺もプラチナと同じことを思ったんだ、父上。兄上。絆のようなものでもできたか。あれほど離れていたというのに。父上、なぜ奈落は神に見捨てられたのです。どんな罪があればこれほどの苦難にふさわしいんですか。俺はそれが知りたい。あなたなら知っているんじゃないんですか。俺たちはどんな罪を犯したのか。それがまだわからないならば、まだお前たちは半人前ということだな。平和、愛、恋人、夫婦、兄弟、友達、隣人、同胞、生きとし生けるものはすべてつながり、輪を作る。一つの方向に回り続ける。それは美しい運命の形だ。だが美しいだけだ。父上。では見せてもらおうか。勝った王子に私は奈落の未来を預けることにする。奈落王にふさわしいのは鉄の意志と力。ふさわしいと信じるならば、己の運命を奪い取るがいい。勝つのは俺だ。負けるわけにはいかないのでな。行きましょう、王子。勝ちに行くだけですよ。身の程知らず。襲ってきた君たちがいけないんですよ。剣のサビになれ。僕が盾になります。容赦しませんよ。行かないな。僕が盾になります。剣のサビになれ。
容赦しませんよ。聞かないな。行きますよ。同時に攻撃するぞ。わかりました。行くぞ。俺の動きに合わせろ。分かっています。同時に行くぞ。なかなかやりますね。邪魔だ。身の程を知ってください。無駄ですよ。邪魔だ。行きますよ。聞かないな。身の程を知ってください。なかなかやりますね。剣のサビになれ。容赦しませんよ。その程度か。無駄ですよ。行くぞ。行きますよ。危ないぞ。身の程を知ってください。その程度か。邪魔だ。容赦しませんよ。なかなかやりますね。剣のサビになれ。行きますよ。聞かないな。俺の動きに合わせろ。分かっています。同時に行くぞ。
同時に攻撃するぞ。わかりました。行くぞ。その程度か。俺の動きに合わせろ。わかっています。同時に行くぞ。僕が盾になります。なかなかやりますね。身の程を知ってください。邪魔だ。無駄ですよ。剣の錆になれ。その程度か。剣の錆になれ。容赦しませんよ。その程度か。身の程を知ってください。同時に攻撃するぞ。わかりました。行くぞ。すまん、もう俺勝った。僕たちなら勝てるかもしれませんね。当たり前のことだ。Thank you.